おはようございまちょー、フォルテです。こんにちは、しおたんです。じゃあしおたん先生、こんにちは。こんにちは。前回は腹式呼吸について詳しく教えてもらったので、その続編ということで、うん、次のネクストステージ、トゥルン、ハミング、イエーイハマったさすが先生。いや、やっていきましょう。先生、前回のハミングのおさらいをお願いしましょう。はい、そうですね。ハミングは声楽において、あの、音を乗せるにあたって大事なそのテクニックなので、はい、そこからまずやっていきたいと思っております。イエイ、やっていきましょう電子音が高いです。高い、ついていけない。うん、ついてこい先生に向かって失礼なことを失言すみません。よし、はい、はい、はい、ということでということでね、はい、まずね、やっていこう。はい、ハミングのね、あの、口の中どうなってるか、はい、っていうのは、口の中、歯があるんです。うん、そういうのじゃなくて、そういうことじゃなくて、あの、下の位置はどうなってるのか、はい、ちょっとやってみてください。それは腹式呼吸を利用してってことですか、それとは別に。うん、まあそれを利用、うん、まあ、とりあえずやってみて。はい、そうですね、そんな感じなんですけど、まあ、中の説明といえば、なんか、中の説明と言ったら、あの、下を、はい、ベロ、上顎にちょっとつける、はい、やってるよね。ベロ、上顎っていうのは、うん、歯の裏ですか。うん、まあ歯の裏とかの、なんかそんなぴったりつけると声出なくなっちゃうので、はい、うんってなっちゃうんで、触れるぐらい、うん、ソフトタッチで、そうですね、そうですね、はい、前寄りになるからね、ちょっとね、はい、あの、ちょっとこれで自分で、あの、後で見てもらうと分かるんだけど、はい、結構歌うときこうなっちゃうので、はい、胸をこう出してください。胸を張って、いい感じでね。大事なのはやっぱ眉毛を使うことですね。大事なの使えてますね。でもさ、僕、あの、正直、正直な質問をさせていただきます、はい、やっぱ歌を歌うときってやっぱかっこよくありたいんですよ、うん、で、これ、なんて言うんですかね、なんかこんなこと言ったら失礼かもしれないんですけど、うん、なんか歌ってる時って、うん、なんかどうしても顔が面白おかしくなりがちじゃないですか。それは本当にやっぱ思いますか。私もなんでこんな顔して歌ってんだろうっていつも思います。なんかそう、僕のイメージとして、うん、今まで合唱部とかいろんな人を見てきて、うん、なんて言うんですかね、こんな感じで歌うじゃないですか。あー、そういますね、そういう人で。分かるんですけど、うん、やっぱあのミュージカル俳優とかそんな感じで歌ってないじゃないですか。まあ確かに。あれってなんかあるんですか、違いは。もう慣れてるとか。いや、もう声楽と、まあ、ミュージカル歌い方違うので。あ、そういうことか。だからそういう顔しなくてもミュージカル出る発声なんですよ。はあ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 、うん、これ深いですね。声楽 も全く別のもの。そう、別のものなんです。ベルカント唱法つって、はいはい、あ、イタリアの。そう、私知ってます。ここのマスケラを使ってやってる。マスケラを使ってやっていくんですよ。そう、なるほど。じゃあそれを使ってるから、まあ、そういう顔になるのはしょうがないと。しょうがない。わかりました。もうやります、僕は、うん、歌いたいです。だからもうかっこいいとか気にしないで、ね、はい、やってください。その一生懸命やってる姿がかっこいいんですよ、声楽は、うん、いただきまっちょ先生、お美しい言葉ありがとうございます。はい、行きましょう。おお、自分で締めたよし、じゃあ、そうですね、じゃあやっていきましょう。はい、先生、僕、音程感が激しいので、下手くそなので、ちょっと、マルヒアイテムを巻きますダンボみたいですよね。ちょっと、巻かない方がいいっすね。はい、すいません、先生ちょっと、どの音をふーんってやってみてください。はい、なんか、イメージとして、こっから出てるなって思いません？なんか、そう、頭が、脳が、なんかもう震えとる、うん、それでいいんですよ、それがいいんです。もう、二種の空状態なんですけど、大丈夫ですか。あ、言いたくて、あ、え、そんな感じでも大丈夫ですか。はい、いいですよよし、はい、まあ、そんな感じでイメージつかめてるってことでナイスです。はい、ありがとうございます。じゃあやっていきましょう。はい、2、
はい。もうちょっと早く、ね、もうちょっと早く、もうちょっと早く、はい。三、はい。なんかだいぶ半音になってきてます、ね、結構難しいんですよこの練習。そうですよね。そう結構うーん。でこのレンに行くときに眉毛をクッと上げると音程良くなります。わ、はい、かりました。やってみます。眉毛をクッと上げる。そうそう。ちょっと意識してみてください。三、はい。いいですか？すごい。いい感じに変わった。あ、マジっすか？うん。音程良くなりました。よっしゃ、これ来たんでね。うん、いい感じです。マジっすか？うん。成長スピード早いっすね。早いっす。これがやっぱり。コツがあるんですよ。やつね、さすが先生、うん。いやいやいや。自分でも感動してるわ。いや、僕もです。ただ視聴者ももっと感動してますね。そうだよね。うん、よし、ありがとうございます。よし、次は。じゃあ、これでだんだん上がっていきましょう。上がっていく。そう。じゃあ、いきまーす。3、はい。どこの音だろう。まずどれどれから。あ、どれから。1、3、はい。決まっちゃう、うん、いい感じですか、うん、途中危ういとこあったけどそこはまあトレーニングして上手くなるもんなんでね。これをちょっとトレーニングして慣れていったら声が出るようになると、うん、あの音がハマるようになる。あ、一番みんなから散々コメント欄で言われてた音程ってやつですね。そうそうそう、いわゆるそれがちょっとつくと。そうそう、はあ、あ、まあ声はまだですね。うん、うん、なるほどなるほど。でなちょっとねいろんな音域やっていくうちに何か出しにくいとことか分かってくるので、それはもう自分で練習して、あ、ここ苦手だなっていうところをあのやっていくと効率よく練習していくっていうのが一番、うん、いいです。なるほどなるほど。先生自体はハミングはもう結構昔からやってるんですか？うん、もう最初に絶対発声練習としてハミングやってから。え、その今の先生の歌の練習ってのはどんな感じでいつもしてるんですか？まずハミング、うん、まずってやったり、うん、まあなんかあーとか言って、あ、そう、発声をまずしてから、して発声をすると、うん、なんか本当にやっぱ歌って変わるんですか？そのいきなり歌うとき、ピアノっていうのは、うん、正直言うともうほんまにぶっつけいきなり弾くっていうことも可能なんですよ。うん、その指慣れじゃもちろん欲しいですけど、うん、弾くこと自体はできて、うん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 、やっぱそのまあめちゃくちゃ変わる。わけではなくて、うん、まあ、少し気持ちでやっぱ動かしとった方が楽っていうのはあって、あ、でも歌って結構発声してないと声が出ないとかって聞くじゃないですか。確かに寝起きから5時間経たないと声本調子出ないって。マジですか？よく言います。あ、じゃあ先生もしかして芸大のその試験の時とか朝あったら、いや本当にもう5時とかに起きます。マジですか？でそれで起きてそれと発声をするんですか？でもちょっと落ち着くんですか？で落ち着いて発声してで試験行ってこようみたいな。歌のコンクールとかで、例えば試験とかで緊張して声が出なくなることとかってありました？もう最初は本当にもう、でもまあ歌い始めたらだんだん思い出してきて、ああ、なんとか最後まで持ったって思うんですけど、あ、でも緊張はすごくします。先生でも緊張やっぱしますか？すごくします。やっぱ歌でも緊張はやっぱするんですね。なんかもう歌詞を思い浮かべて考えたら考えるほど、はい、頭白くなる。ピアノと多分同じです、ね、しかも特にドイツ語とかイタリア語とかって母国語じゃないですか、うん、だからなんかあの結局のところやっぱあの難しいっていうか、なんかその、うん、暗記プラス暗譜、うん、また別の作業がいるじゃないですか。そう、まず楽譜を見て、はい、訳を書き、言葉の単語一つ一つを調べ、
で歌あのなんだろう、まあ、もちろん譜読みをして、はい、その意味と噛み合わせてあなんか整理してみたいなあってやってめっちゃ大変ですよね。日本語の時の歌もそういう感じのことはするんですか？まあそうですね、日本語もまた同じで調べて調べて結構よくわかんない言葉とか日本歌曲出てくるので昔の言葉が水場の花が咲いてるはわかりますね。何て言うの夏が来れば思い出す遥かな大勢遠い空霧の中にそよそうと優しい影ののこ道水場の花が咲いているなくして咲いているやつだっけ、なんとか咲いている水のほとり、ほとりとかなんか難しいですよね。ほとりはまた、まあまあ、まあ、それはそうで僕の言語能力がいやいや先生、次回はまたなんか次回はそう、発声練習の種類はいかな。じゃあ次回は先生、発声練習の種類についてまた教えてくれると、はい、そうですね。じゃあ僕の練習プランをしっかり考えてくれるってことですね、うん、これみんなやってもかなり効果あるってことですね。あります。今までの腹式呼吸とハミングを完璧にした後に発声練習をしたら、まあ、完璧にしたっていうか、まあ、全部含めて、あの体を作っていきましょう、はい、発声練習ですね。次は発声練習、いろんなやつやっていきましょう。ありがとうございます。先生本日はありがとうございました。いえいえ。じゃあ先生、飯でも食いに行きますか。行きますか。それでは串カツを食べてください。あ、わかった。バイバイ。しおたんのチャンネルみんなチェックしてね。見てね。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してね。なったらチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、マッチョ、マッチョ、マッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。次のネクストステージ。トゥルン。ハミング。イエーイ。ハマった。さすが先生。いや、やっていきましょう。